今回はこれ、 3D を使ったお花のデザイン作っていきます。今回のカラーは前回と同じグリーンのカラーを下が透けるような感じで全体にベタ塗り。はい、こんな感じです。硬化します。では続いてここにじゃん、エリコネイルの純銀ゴールド、小さいホログラムを使ってフラワードットを作ります。綺麗。ではまずのり代わりにクリアジェルをこことこことここ、ちょっと大きめにつけたらドット入れます。重ねてお花にします。1個は右上にギリギリ、はい、こんな感じです。では一度硬化します。では次にお花の真ん中にパールを入れていくんですが、これホログラムとパール同時にやってもいいんですが、ホログラムが動くのがね、私ちょっと嫌なので、ホログラムを固定してからパールを入れていきます。お花の真ん中にクリアジェル、はい、硬化します。パールを入れるだけで一気に小花、かわいい。はい、それでは一旦トップジェルでコーティングしていきます。はい、硬化します。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形整えていきます。では続いて 3D のお花入れていきます。前回も使ったミラージュのカラーパウダー、黄色と白。前回のお花は爪にデカデカとしたお花だったんですが、今回はこのコロに合わせて小花にしていきます。 3D の5枚の小花をこの辺とちょっとかける感じでここという風に入れていきます。今度はね、小花なのでもう本当にちょぴっとこれくらいの玉です。こんな感じ。この小さい白い丸を5個乗せてお花にします。ホロと同じ感じです。しまったと思ったらさっと取る。なかなか同じ大きさのものを取るのって難しいですよね。はい、こんな感じです。かわいい。続いて今度ここの角、かわいい。そして中心に同じ黄色、これくらい中心にちょんと、かわいい。こんな感じです。もう一個ここに少しだけ花かけさせてみます。うん、いいバランス。はい、こんな感じです。かわいい。フラワードットです。それでは最後に艶出しのトップジェルです。いつも通り塗るんですが、小花がついているので、この 3D の小花を避けるようにまず全体に塗ります。はい、で全体的に塗ったら、このやっぱりね、立体があるところにジェルってほらこんな感じで溜まりやすいので、ハケにジェル残っていったら一旦ボトルで拭って、しっかりこの隙間をさっと取り除いていきます。はい、硬化します。はい、こんな感じで 3D のフラワードット完成です。 3D の小花、ちっちゃいドットを重ねてお花にしただけなんですが、すごい可愛いですよね。なかなか均等な大きさで作っていくのって難しいですが、ペーパーなどで練習をしてから小さい丸を作れるといいですね。 3D の小花だけだと可愛らしいので、そこにホログラムのお花を入れるだけで大人っぽくもなりますね。ゴールドを入れるとさらに大人っぽく上品に仕上がってくると思います。ぜひ 3D の小花挑戦してみてください。ありがとうございました。
そして今回このデザインを5本指にするとしたら、私なら薬指にポイントとしてこれを入れて、残りの指も同じくこのグリーンのシースルーのカラーでベタ塗り、そして 3D の小鼻を中指と親指の根元のところにポンポンと入れて、小指と人差し指はホログラムの小鼻を爪先にちょんちょんという風に入れていくと思います。ぜひ 3D を使ったデザイン楽しんでみてください。ありがとうございました。今回使った道具はクリストリオのパーマシャインサロンユースのノンワイプトップジェル、メルティのクリアジェル、フリジェルの白、ベトロの24番、ティージェルの D222 番、エリコネイルの純金ゴールドのホログラム小さいの、ミラージュのカラーパウダー白と黄色、とはパール、スペースネイルのアクリルモノマ、筆はゼッカのスクエアとクリスノのシャープ 102L。 続いて我が家のちょっとした出来事です。東京から戻ってきた我が家の長女、自分で育てるから小鳥かハムスターかウサギか犬が欲しいというふうにずっと言っていて、何か生き物を育てるっていうのはそんな簡単なことじゃないから、働いているから絶対無理だよというふうにずっと言っていたんですが、諦めきれなかったようで、まさかの私の知らないところで旦那にお願いをしたみたいで、2人で買いに行ったんです。中娘のテニス練習から帰ってきたら、まさかのワンちゃんがいるという。長女は昔からサプライズ好きはサプライズ好きなんですが、まさかの今日この日ほど驚いた日はなかったです。マルチーズとトイプードルのミックス犬マルプ、びっくりしながらも可愛いワンちゃんに癒されてしまいました。ちゃんと自分で育てると約束をしたので、どんな感じに育てていくのか見守っていこうと思います。名前はモカちゃん、女の子です。我が家のドーベルマンリンも興味津々だったんですが、仲良く2人でやってくれるといいななんて思いながら、またまたさらに家族が増えた我が家でした。以上、そんなこんなのちょっとした出来事でした。